久しぶりに起動するな。よっしゃ。見つけた。これに関しては、隠しシナリオを出すための選択肢が、すごい大事なので、もう完全に、攻略を見ながら進めていくことになります。仮面の少女というシナリオを目指して、プレイしていきます。音量大丈夫ですか？動画か、まあそのまま上がると思います。じゃあやっていきましょう。スタート。あ、画面やっぱ下まであるんか。むしろちょっと画面を上にずらした方がいいのかな。よし。初めからでやらなあかんだよな。え、ちょっと待って、初めからじゃないか。初めからにしたらあかんのか。続きからにして、一人目からやるみたいなことせなあかんのか。リセットしたい。リセット。よし。改めて。初めからってほんまに初めからってことか。続きから、2周目終了、真田利三。懐かしいデータやな。で、続きからにしたらいいやな。よし。じゃあ、やっていきましょう。まず1話目。岩下明美の話を聞けと。画面もうちょっと上かな。このぐらいにしとこうかな。それじゃあ私が1話目を話しましょうか。一応学校のことを全く知らない人のために説明しておくと、新聞部の、新人部員である主人公、真田利三が、学校であった怖い話の特集をなんか、作れ、みたいなことを言われて、その怖い話を持ってる人たちを、部室に集めて順番に話を聞いていく、ということです。で、このゲームは、どの順番でそれぞれの話を聞いていくか、そして、話を聞いていく上でどんな選択肢を選んだかっていうことによってすごい話が分岐していくと。で、その中では特定の進め方をすることによって出てくる隠しシナリオっていうのもあったりして、今回はそれを目指してプレイするということです。
ゲームの音量は上がらないです、これ以上。うん。よし、じゃあ行きます。それじゃあ私が1話目を話しましょうか。私の名前は岩下明美、よろしく。早速だけど、この学校にはね、七不思議なんてものは存在しないのよ。あ、そう、七不思議特集か。だって、七不思議どころじゃ済まないんですもの。なんたって学校中が呪われてるんですからね。ふふふ、知りたい？腹立つなぁ。この学校にはね、悪霊が住んでるのよ。悪霊がいつも災いを運んでくるの。だから学校は不思議なことだらけ。私が話すのは、そんな悪霊がやったいたずらの話。悪霊のたわいもないいたずらの話を。一年 E 組にいた内山浩太ってお男子のことを知ってるかしら？あなた一年だったわよね。確か E 組でしょ？ E 組って A、B、C、D。まあ5組か。それぐらいはあるか。内山浩太のこと知ってるわよね。選択肢に関しては攻略サイトを見てやります。これは知ってる。そう。だったら話が早いわ。もう嫌やわ、こいつ。こいつ2年やったっけ？内山くんはいじめられっ子だったの。性格のいい、おとなしい子だったんだけれど、優しすぎたのね。命令されると断れずに、いじめっ子たちの言うことを聞いていたわ。嫌な顔一つせず、いつもニコニコ笑いながら命令されたことに、忠実に従っていたわけ。それがいじめっ子たちの気に触ったのね。じゃあどうしたらええねんって感じやけどな。でももし逆らったとしてもいじめられたんだろうな。いじめっ子なんて勝手なもんよ。うん、そうだね。逆らったら逆らったで気に食わないって殴られる。従えば従ったで面白くないって蹴飛ばされる。どっちにしろいじめるのよね、あいつら勝手だから。それでも最初は冗談半分だったわ。いじめって言っても冷やかす程度で、本当に周りから見てもじゃれているようだった。でもエスカレートするのはするのに時間はかからなかった。1ヶ月もしないうちに万引きをさせられたり、お金を持ってこいって言われたりするようになったの。きついね。それを断ろうものなら思い切り殴ったり蹴ったりするのよ。もう怖いなあ。ただの犯罪やからな。あなた内山くんがそういうひどい目に遭っていたこと知ってるわよね。でもこれも知ってるを選ぶらしい。知ってる。なんやったら俺も行かせてたぐらいの。知ってたんだ。そうよね、同じクラスだものね。知らないわけないわ。ごめんなさい、話を続けましょうね。なんやこの感じ。なんか、なんやろう、怒ってんのかな、こいつ。内山くんはね、みんなに助けてほしかったのよ。学校に来るのは辛いけれど、お母さんに心配をかけるわけにはいかない。だから黙って学校に通ってきてたの。いつかクラスメートが助けてくれることを信じて。あなた内山くんのこと助けてあげたの。これはどれを選んでもよいってなってるな。じゃあ助けてあげた。なんやねんこいつ。なんやねんこいつ。そう思ってるのはあなただけじゃないかしら。助けてあげたって具体的にはどう助けてあげたの？
本当に助けてあげたのならあんなことにはならなかったのよ。こいつなんやねん。お前はどうやねん。お前にちょっと今俺いじめられてるけど。あなたは助けてなんかいない、内山くんのこと見捨てたのよね。お前は、お前はどうやねんマジで。内山くんはね、誰も助けてくれないからいろいろと考えたの。どうして自分がいじめられるのかをね。そしたら分かったのよ、どうして自分がいじめられるのか。ずっと襟元にうんこがついてたとか。そりゃ内山くんが悪いで、それやったら。どうしてだと思う？そう、みんなに悪霊が取り付いていたからよ。みんなに？この学校に住む悪霊がみんなに取り付いていたの。王内悪霊。いじめっ子たちはもちろん、いじめられる自分を見て見ぬふりをする冷たいクラスメートたちや先生にもね。なんでも悪霊の仕業や、そうなったら。悪霊のついていない内山くんだけがひどい目に遭っていたのよ。うわ、疲れてた方がマシやったってこと。内山くんはみんなに話したわ。みんなは悪霊に取り憑かれているって。いや、やばない？それ、いや、それはいじめられるって内山くん。お前らみんな悪霊に取り憑かれてるって言ったってこと？溝深まるよそれは。それでもみんなは笑うばかり。まあ変なものを見るような目で、誰も内山くんと話をしなくなっちゃったの。ひどい話よね。あら、どうしたの？あなた顔色が変よ。いや、こんな話自信満々でされても気分でも悪いの？それともあなたのしたことに罪の意識でも感じているのかしら。っていうか、こいつの話が正しければ同じクラスやった俺にも悪霊ついてるってことやんな。僕は悪くない、僕も悪かった。これは僕は悪くないを選びます。そうよね、あなたのせいじゃないわ。だったらそんなにおどおどすることないでしょ。あなたが悪いんじゃない、悪いのはいじめっ子たちよね。いや、悪霊じゃないの？それともいじめられた内山くんに責任があるっていうのかしら。この人何言ってんやろな。この女は確か2年やったと思う。だから学年違いやね。内山くんに変なものが見えるようになったの。わ、学校のみんなが悪霊に見えたのよ。悪霊の顔ってどんな顔だか知ってる？それはもう恐ろしい顔よ。耳が尖っていて目はつり上がり、この時点では的場浩司やけども、口は醜く裂けていて、浩司じゃないな。中から牙が覗いているの。じゃあ、的場浩司ではない。そしてスイーツが好きで。いや、あれやっぱ的場浩司かな。もっと具体的に言うと、そうね、今のあなたの顔、私には悪霊に見えるわ。はぁ、あ、冗談よ冗談。おもんないわ、この冗談おもんない。結局誰も助けてくれないまま、内山くんは学校に来なくなった。悪霊ばかりが通う学校。悪霊ってちゃんと学校通うやん。そんなところ恐ろしくって私だっていけないわ。
それで学校を辞めたの。内山くん3週間ほど前に学校を辞めちゃったでしょ。まあまあそれはいいんじゃないですか。うん。逃げることは悪いことじゃないって言うよね、最近は特にね、やっぱり。なんか自分を追い詰めるくらいならね。そういう理由だったのよ。内山くんがいじめられておかしくなってしまったのか。それとも本当にみんなが悪霊に取り憑かれていたのか。どっちでもいいことかもしれない。内山くんが学校を辞めたって、いじめっ子たちは今も平然と学校に通ってきてるもの。悪霊だけのクラスで楽しくやってるってことや。え？私はどう思ってるかって？そうね、私はみんなに悪霊が取り付いていたってことを信じるわ。はあ。そうでもなければあんなことがあったのにみんな平然と学校に通えるなんておかしいわよ。さっきからこいつが言ってるあんなことって何なんやろ。同じクラスメートだったあなたたちがね。めっちゃ攻め、うわ怖いわこの顔。あら、あなた震えてるの？震えなくていいのよ。内山くんの話には続きがあるの。学校を辞めた内山くんがどうなったか知ってる？知らないわよね。どうせ死んだんちゃいますの？ほとんど付き合いもなく学校を辞めたクラスメートのその後なんて興味ないものね。まあ、そりゃ、はい。内山くんね、あの後も悪霊を見続けたのよ。あ、めっちゃ傾いてる。内山くんめっちゃ曲がってるからだ。うんちょこちょこちょこピーぐらい曲がってる。悪霊はよっぽど内山くんのことを気に入っていたのね。それでいじめっ子たちに内山くんのことをいじめさせていたのかもしれない。学校を辞めてしまって誰とも付き合いがなくなった彼を悪霊は追いかけたの。彼の家まで行って内山くんのそばから離れなかったのよ。はあ。それで内山くんはどうしたと思う？戦ったのよ、悪霊と。おお？内山の逆襲？それでも悪霊は内山くんから離れなかったわ。あ、弱っ。一行で負けた。そしてついに取り付いてしまったのよ、内山くんに。じゃあ学校行けるよね。悪霊に取り憑かれた彼は必死で戦った。あ、まだ戦ってる。めっちゃ頑張ろう。うわ。そして自分の喉をカッターで切ったの。ああ。悪霊にとどめを刺すためにね。自分の喉にカッターを突き立て、やっと悪霊を退治したのよ。何度も何度も喉をカッターで切ってね。3日前のことだったそうよ。すごい最近。お母さんが彼の部屋に入った時、部屋中が血で真っ赤だったそうだわ。うん。でもそれでようやく内山くんは悪霊から解放されたの。これで内山くんの話は終わり。あなた知らなかったでしょ。ところで私がなんでこの話をしたかわかる？顔変わる？ああ、変わった。もう。どうしたの？顔が真っ青よ。何を怖がっているの？怖くないのよ。いや、怖いやん、その顔面が今。もう絶対に、絶対に怖い顔してる。怖がらそうと思ってやってる。わかる。何も怖がることはないの。あなたはこれから責任を取ればいいんだから。なんじゃこいつ。それが当然の義務なんだから。私がこの話をしたのはね、あなたに内山くんがどんなに苦しんだか、どんなに痛かったかを知ってもらうため。私知ってるの。あなたが内山くんをいじめていたことをね。ええー、
内山くんをいじめたグループのリーダーがあなただってことをね。人をいじめるグループのリーダー新聞部入る？そうでしょう。いやいや。いやいやいや。どっちを選んでもいい、どれを選んでもいいらしいので、まあ否定しとくか、気分悪いもんな。僕はいじめていない。僕はいじめてなんかいない。君は勘違いしているよ。僕は無我夢中で叫んだ。なんだか岩下さんの顔がとても怖かった。まるで何かに取り憑かれているような。どうして岩下さんが内山くんの話をするのかわからない。そうやん、そもそも。学年も違うのにさ。確かに僕のクラスに内山くんといういじめられっ子がいた。そして彼は3週間ほど前に辞めていた。でも僕は彼のことをいじめたりなんかしなかった。うん。あ、え？怖っ。頭短なってない？え、何これ怖い。嘘おっしゃい。お前がいじめたんだ。お前がコウタを殺したんだ。彫刻刀を持ってる。いや、カッターか。いつの間にか彼女の手にはカッターが握られていた。キチキチキチと虫の鳴くような音がしてカッターの刃が目いっぱい押し出された。目いっぱい押し出されてたら逆に、なんか、なんて言うんやろう。攻撃力下がってそうやけどね、カッターは。いや、まあ何しろ怖いわな。彼女は真っ赤な舌を覗かせると、その、刃かな？歯じゃなくて。を押し付け、ベロリと舐め上げた。うわ。うわ。赤い舌に、より赤い一筋の血が滲んでいた。彼女は笑っていた。僕は足がすくんで動けなかった。彼女は勘違いしている。僕が内山くんをいじめた張本人だと勘違いしている。いや、てか他の奴らは何してんのこの状況。僕じゃない。僕は、本当に僕は関係ないんだ。僕は叫んだ。でも僕の叫びは彼女の耳には入っていないようだった。お前だ。お前がコウタを殺したんだ。これの一点張りや。殺される。彼女は手にしたカッターを大きく振り上げた。そして、僕はそのまま意識が遠のいていった。大丈夫か？しっかりしろよ。どれほどの時間が流れただろう。僕はゆっくりと目を開けた。僕の視界に心配そうに覗き込む5人の顔が映し出された。どうやら助かったようだ。僕は、岩下さんの顔が見えない。僕はまだぐらつく頭をゆっくりと起こし、あたりを見回した。彼女は僕たちで取り押さえたよ。随分と興奮していた。止めるのがもう少し遅かったら、君は間違いなくカッターの餌食になっていただろうね。次第に生きているという実感が全身に伝わってきた。やるやんけ、他の奴ら。ちょっと遅いと思うけどな。心臓の鼓動はまだ鳴り止まない。彼女は落ち着くといきなり泣き出したよ。そして僕たちに話してくれた。どうやら内山光太くんというのは彼女の弟さんらしいね。全然違うやん、名字から何から。なんでも数年前に彼女の両親が離婚して、それぞれ片親ずつに引き取られていったらしい。それで名字が違っていたんだね。じゃあもっと助けてやるよ。学校のみんなには内緒だったらしいけれど、二人はとても仲の良い、兄弟だったんだね。いじめた連中はもちろんのこと、弟を見殺しにしたクラスメート全員が憎らしかったらしい。君には災難だったけれど、彼女の気持ちがわからないでもないよ。僕はぼんやりと話を聞いていた。そう言われると、確かに僕にも責任があるのかもしれない。それで岩下さんは、ああ、彼女は突然ふらふらと出て行ってしまったよ。そりゃこの場には居づらいものな。いや、
殺人未遂。おい、他の一人が後を続けた。刃物ベローはまずいって。ほんまにやる気のやつしかせえへんそれ。でも彼女の話じゃないけれど、本当にこの学校には悪霊がいるのかもしれないな。だって君を襲おうとした時の彼女の顔、ありゃ間違いなく悪霊が取り付いた顔だったよ。みんなはその言葉にうなずき合った。僕もそう思う。確かにあの顔は人間の顔とは思えなかった。みんなが押し黙る中、唐突に一人がつぶやいた。どうする、こんなことになってしまったけれど七不思議を続けるかい。これは続ける。いや、続けましょう。なんだかそうしなければならないような気がするんです。なるほど。はい、これが一人目の話ね。ここにセーブしときましょう。二人目は風間望む。こいつは三年やったかな。お調子者やな、確か。僕は風間望む三年だ。それじゃあとっておきの怖い話をしてあげよう。この学校に伝わる怪談の中でも最も怖い話だ。正門の横に校長先生の銅像があるのは知ってるだろう。あれは夜中になると一人でに動き出すんだ。終わり。こういうやつやねんな、こいつは。しばらく黙って様子を見る。間が大丈夫なやつや、こいつ。どうしたんだ？何をみんな黙ってるんだ？僕の話は終わったんだぜ。次の人話せば。次からの選択肢は全て1を選ぶって書いてるな。これで本当に終わりなのか、尋ねる。物質は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。ああ、そうだよ。なんだか、あまりにあっけない気がするんですけど。しょうがないじゃ。それじゃあ、もう一つとっておきの話をしてやろう。驚いて腰を抜かさないでくれよ。風間さんは睨むような目つきでみんなを見回すと、咳払いを一つし、ゆっくりと話を続けた。みんな下駄箱は利用するよな。当然だ。あの下駄箱さ、実はあそこに、人玉が出るって話を知ってるか。終わり。これで本当に終わりなのか尋ねる。物質は重い沈黙に包まれた。この辺はもう読まんでいいな。ああ、そうだよ。何か文句でもあるのかい？いえ、文句ってわけじゃないんです。ただ、あまりにあっけない気がするんですけど。僕が二つも話したのに不満なのか？仕方ない。じゃあ、もう一つ話すとするか。実はこれはあまり話したくなかった話なんだが。風間さんは思い詰めたように押し黙った。しかし、すぐに顔を上げると話を始めた。君たち三年に小出照夫ってやつがいるのを知ってるかい？あいつ、狐に取り憑かれてるんだ。終わり、やっぱり。てんてんてんくる。てんてんてんくるわ、ほら。これで本当に終わりなのか尋ねる。このクオリティやとしても、ようけ持ってるな、話。
ああそうだよ、僕は3つも話してしまった。約束では1人1つじゃなかったのかい？もう満足だろ？いやでもそのなんていうか、もうちょっと具体的な話をしてもらいたいんですけれど。わがままなやつだな君は。まあ仕方ない、僕は4つも話すつもりじゃなかったけれど。風間さんは悩むように頭を抱えた。今度こそ本当に怖い話をしてくれるんだろうか。風間さんは長いため息をついた後、おもむろに話を始めた。実はな、3年に、沢見司って女がいるんだ。細くて釣り上がった目をした頭のいい女なんだがな、あまり可愛くないんだ。終わり。あ、違う。さすがに違った。彼女な、真面目なんだが付き合いが悪いのさ。誰が誘おうとも決して誰とも付き合おうとしないんだ。男でも女でもだ。いつもさっさと帰ってしまう。クラブにも入ってないしな。僕はね、ある日彼女の秘密を偶然に知ってしまったんだよ。お、こいつ今回話長いやん。彼女には誰とも付き合えない秘密があったのさ。脇がとか。なんと8つも進学塾に通っていたんだからな。終わり。なるほど。なるほど。1週間のうち1日、最低でも1日は2つの塾使ってる。それって怖い話なんでしょうか？さっきまではどんなに短くともとりあえず怖い話ではあった。それが今のは何なんだ？ああそうだよ、8つも進学塾に通う女なんて幽霊より怖いじゃないか。そんな女と君は付き合いたいと思うのかい？いやそんなこと言うてへん。とりあえず現実的に怖いかどうかはいいんです。もっと想像をかきたてられるような怖い話をしてもらえませんか？仕方ないな、僕にどうしても本当に怖い話をさせる気なんだね。こいつどういうつもりで来てんのこの場に。こいつはなんで来たんや。わかった、どうなっても知らないよ。心なしか風間さんの顔が青ざめているように思えた。そして体が心なしか震えているように見えた。風間さんは躊躇しながら話し始めた。実はね、いやこれはやっぱりやめた方がいいと思う。これはまずい話なんだ。とてもまずい話だから聞くと気分が悪くなるかもしれない。君は学校の食堂を利用したことがあるだろ？あそこの、でも全部1を選ぶ。ちょっと待て、嫌な予感がする。あそこの調理場によくゴキブリが出るとか、そんな話かもしれない。ちょっと待ってもらえます？なんだ、せっかく話す気になったのに水を差さないでくれないか。ひょっとして学校の食堂はとてもまずいとかいう話じゃないでしょうね。なんだ、君も知っていたのか。そうなんだよ、あの食堂はまずいだろ。あんなにまずいのに人が入るのは安いからだな。あの定食のことを思い出すと想像をかきたてられてしまう。ああ気分が悪い。風間さんが青ざめていたのはそのせいだったのかもしれない。どうしよう。いやほんまつまみ出せ。この人にこのまま話を続けてもらっても怖い話は望めそうにない。もう諦めて次の人にバトンタッチした方がいいのだろうか。もう一度我慢してみよう。お願いしますよ。これは怖い話の特集なんです。学校の食堂がまずいのどうのっていう話じゃないんです。これじゃあ記事が書けませんよ。五章だから僕を助けると思って真面目に話してもらえませんか？風間さんは不満顔だ。なんで不満な顔できんの？でも仕方ない。僕は粘った。どうやら話す気になってくれたみたいだ。今度こそ怖い話を期待したい。しょうがないな。
僕はもう5話も話したんだよ。さっき岩下さんが一つ話したから、僕がもう一つ話すと、もう七不思議が完成してしまうじゃないか。にっこり。みんなどんなことが起きるか分かっているのか？言っちゃなんだけど、この集まりは呪われてるよ。岩下さんがあんなになってしまったこと偶然だと思うかい？偶然なんかじゃない。あれは起こるべきして起きたことさ。僕には分かっていた。七不思議をこのまま続けていくととんでもないことが起こることがね。こいつ、そのことを知ってて、あえてこの七不思議 の場を潰そうとしてくれてたんか、こいつ。僕たち全員がただじゃ済まない。特に真田君、君の身に何が起こるか僕は想像するのも怖いよ。まあ僕がこんなに忠告しても君は七不思議を続けるんだろうけどね。君には見えるかい？さっきから僕たちを狙っている悪霊の姿が、この部屋の隅で渦巻いている悪霊の姿が、ほらあそこだ。うわ、僕は思わず飛び上がった。そして風間さんが指さした方に目をやった。何もない。何もあるわけがない。風間さんが驚かしただけだ。よしてくださいよ風間さん。あれ、風間さん、お風間さん。いつの間にか部室から風間さんの姿が消えていた。みんな狐につままれたような顔をしている。誰も部屋から出た気配はない。ドアが開いた音も聞いていない。それにほんの一瞬の出来事だ。マジか。人が一人消えてしまうなんてそんなこと考えられない。僕は背筋がゾッとした。本当の恐怖とはこういうことを言うのかもしれない。僕は呆然として動けなかった。どうする、こんなことになってしまったけれど話を続けるの。一人の声で僕は我に返った。確かに何か嫌なことが起きている。果たしてこのまま続けていいものなのだろうか、それともやめた方がいいのだろうか。続けると。そうさ、何のことはない。偶然が重なっただけのことさ。風間さんだってあの性格だもの。僕たちを驚かそうとして最初から仕組んだことなんだ。きっとすぐにいなくなれるように身構えていたのさ。おー、いなくなれるように。うん、そうに違いない。僕は気を取り直し話を続けることにした。続けましょう。それでは3話目は、まあ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 、はい、とりあえずいなくなっちゃったなと。